さて、小型無人機ドローンの飛行を規制する改正航空法が昨日成立しました。法律では住宅密集地のほか空港周辺などでの飛行を禁止しています。ルールが明確になったことで日本でもドローンの開発活用が加速するという期待が高まっています。新潟県のスキー場で行われたドローン競争、国内で初めて開催されたドローン限定の屋外イベントだ。主催したのは中国企業 DJI の日本法人。ドローン規制法ができたことで日本での事業拡大に自信を見せる。非常に歓迎をしています。ルールがないとコンプライアンス上に非常にやりにくくなっていますので。日本のメーカーも負けてはいない。まるで飛行機のようなこちらは最高時速170キロ。ソニーがベンチャー企業と開発中の高速ドローンだ。来年から測量などの産業用ドローンに参入する。ソニーもだいぶ前にロボットビジネスから撤退しましたけれども、ただ内部ではそういう技術を持っていますし、後発でも出していけると思っています。ドローンを規制する動きが広がる一方で、箱根大涌谷や桜島など災害現場での活用が相次いでいる。撮影した映像を防災につなげる新たな技術も登場した。今、斜面の岩に見立てたブロックの前をドローンが飛んでいます。あちらのレーザーと組み合わせるシステムは初めてです。このシステムはレーザーが測定したわずかな振動とドローンが撮影した亀裂などを解析し、落石が発生する場所や落石の規模などを予測する。数百メートル先まで飛ぶことが可能で、線路や道路の落石事故を防ぐ。日本でも最低限のルールができたが、今後は免許制など悪用を防ぐためのルール作りが求められる。日本のドローンがようやく飛び立とうとしている。